ワンワンワンダフル。しばらく実家に帰れてなかったので、先日息抜きにちょこっと帰省してました。今回はその時に撮った Vlog です。地元民がおすすめするスポットなども紹介しているので、ぜひ京都に遊びに来る時の参考にしてみてください。細かく紹介したいんですが、動画の長さ的に難しかったりするので、詳細な説明などはファンボックスにアップしておきます。京都のおすすめのお土産や、今回載せきれなかったおすすめスポットなどもまとめているので、よかったら合わせてチェックしてみてください。まずは今宮神社という神社の近くにある炙り餅を紹介します。両側に炙り餅のお店があるんですが、迷ったら直感で入ってみても全然大丈夫です。炙り餅っていうのはきなこ餅を炙ったものに白味噌がかかっているお餅です。実は私の大好物なんです。いつも私は一羽さんの炙り餅を食べてるんですけども、今回は行きと帰りでどちらも食べちゃいました。今宮神社までは京都駅からバスで行かないといけないのでちょっと不便だと思うんですけども、神社も美味しいお餅も楽しめるので、ぜひ京都に来た時は立ち寄っていただきたいです。そしてもう一軒の炙り餅のお店、飾り屋さんは創業400年です。飾り屋さんの炙り餅は白味噌感が強くて味が濃い感じがします。みんなもぜひ飾り屋さんと一羽さん、どっちが好みか実際に食べ比べてみてください。そしてこちらは33間堂です。本殿は撮影できないのですが、期間限定でお外に撮影スポットができてたので、そこで撮ってきました。次は虎屋花寮京都一条店、京都御所のすぐ近くにあります。とってもお庭が綺麗で、いつもテラス席でいただいてます。お店自体は都内にもあるので、美味しい和菓子が食べたい時はぜひ。こちらは先ほど紹介した虎屋のすぐ近くにあるイノシシを祀った神社です。五王神社というらしいですが、私はこの神社は初めて行きました。家族がよくお参りに行ってるとのことで、今回ついて行ってきました。足腰の神様らしいので、腰痛とかで悩んでる人は立ち寄ってみるといいかもしれません。
至る所にイノシシグッズが飾ってあったりして、とてもすごかったです。あとはもうこれ京都じゃないんだけど、ひらパーに行ってきました。関西人なら皆さん多分小さい頃に行ってたんじゃないかな。リア友のプニャジと一緒に行ってきました。こういう地元の遊園地って本当に小さい頃に行ったっきり行くことないですよね。だからあえて懐かしのつるんですを装備して行ってきました。昔家族によく連れてってもらった遊園地に今は大好きな親友とっていうのがやっぱり最高すぎましたね。一部点検中とかで乗れなかったんですけど、プニャジとヒラパーに行けただけで満足です。次はパルケかなって言ってたので、また行ったら報告します。食べてる。めっちゃあの子めっちゃ動かへんけど、あ、気づくの遅っ。この子も欲しいって。噛まれんで。あ、来た、かわいい。どうぞ。もうみんな、この子もや。あ、落としたよ。あ、それ好きじゃないんやって。やばい。もう怖い。はい、どうぞ。音取るよ。あ、かわいいねー。来たよ。来たよ。待って。あ、よー、すごいな。勢いがすごい。はい。よし、よし、どうぞ。勢いがすごい。お座りはできる？お座りできるかな？ちっちゃいね。お座りして。お座り。お座り。待ってよ。待って。待って。あ、ちょっとすごい。おかわり。あ、よし。あ、かわいい。よし。何もかも悟ったような顔してるな。ということで、めちゃくちゃざっくりなんですけど、まとめてみました。詳細なお話や他に紹介できなかったことなどはファンボックスに書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。犬塚いちごでした。バイバーイ。